前回の動画はモーモーファーム竹原牧場で美味しいソフトクリームを食べました。今回はルフィ像に向かって行くつもりだったのですが、お昼ご飯に予約していた時間がやってきたので、先にお昼ご飯を食べに行くことにしました。それではご覧ください。道路があるやんな、オレンジのライン。オレンジのライン。だから通ってるよね。今日のお昼はお寿司が食べたいなと思ってネットで探したところ、回転寿司寿司虎さんを見つけました。チェーン店のようなのですが、アプリの e パークで順番が取れるので取って行ってみたいと思います。こちらが寿司虎さんです。ちょうど順番が来た頃なので入ってみることにしました。結構まだ並んでいるようですね。それでは行ってみましょう。甘口醤油がおすすめなんだって。うま口？甘口？あ、九州やから。甘い。すべてにおいて。甘そう。すごい。コチとかイシダイもだって。コチ美味しいね。マゴチも美味しい。うん、あ、コチ絶対美味しい。
アナゴみたいにあんな食感がすごい。本日の鮮魚。あそこで作ってはるの。初めてだね。結構塩かかってる。塩かかってる。シソがいい仕事してますか。アグリトロさん。すごい美味しい。すごい高いね。違うシソ。ダメやね。うまいわ。食感すごいわ。魚も美味しいな。いいね。いいね。最高だね。最高っす。最高っす。さようなら。なかなか美味しい場所でございます。よかったな。左です。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。